影山拓也、昼までウォッチン、出演で東北ファン歓喜。配信希望の生息室。これは単なる一回の出演を超えて、影山さんとファンとの絆が深く関わっているからです。影山拓也さんが東北地方のテレビ番組、昼までウォッチンに出演したという知らせが、ファンたちの間で大きな話題になっています。多くの人々がこの生出演を楽しみにしていたのですが、 残念ながらすべての地域で視聴できたわけではありません。それでも、影山さんの出演はファンの心に深く刻まれ、彼の魅力を再確認する機会となりました。影山さんの出演を見られたファンも見られなかったファンも、彼への応援メッセージや温かい感想を SNS 上で共有し、その熱気はさらに広がりを見せています。では、なぜこれほどまでに多くの人々が影山さんの出演に注目していたのでしょうか。 これは単なる1回の出演を超えて、影山さんとファンとの絆が深く関わっているからです。影山さんは IMP というグループのリーダーとして多くの若者に影響を与えてきました。彼の明るく親しみやすいキャラクターはもちろん、真剣に仕事に取り組む姿勢や、周囲の人々に対する気配りの深さが多くのファンの心をつかんでいます。そのため、彼がテレビに生出演するということ自体が一大イベントとなり、 ファンにとっっては見逃せない瞬間だったのですしかし、今回は東北地方という地域限定の番組であったため、他の地域に住んでいるファンはリアルタイムで見ることができず、一部のファンはがっかりした様子を見せています。それでも、SNS を通じて番組を見た人々の感想や、影山さんが番組内で見せた姿についての報告が次々と届き、その活気がオンライン上でも広がりました。 影山さんが東北地方に来てくれたことへのの感謝の声です多くのファンが、影山さんが自分たちの住む地域を訪れてくれたことに対して感動を覚え、彼が地元の人々と交流する姿や、地元の名物を楽しむ様子に喜びを感じました。影山さんが宮城県でずんだ餅を食べる姿がとても印象的だったと語るファンも多く、その姿がどれだけ爽やかで魅力的だったかを熱心に語っていました。 これは単に食べ物を楽しむシーン以上に、影山さんが東北の文化や人々に対してリスペクトを持っていることが感じられた瞬間でもありました。その一方で、影山さんが東北地方の魅力を全国の視聴者に伝えようとする姿勢も、多くの人々に感銘を与えました。彼がロケに挑戦し、現地の風景や文化を紹介するシーンは、視聴者にとっても新鮮で、 東北地方の美しさや温かさを再発見する機会となったのです。こうしたロケの活動を通じて、影山さんは単なるアイドルという枠を超えて、地域の魅力を広めるアンバサダーのような存在にもなりつつあります。彼のような若い世代が地方の魅力を発信することで、地域活性化にも一役買っていると言えるでしょう。ただし、この生出演の放送を見ることができなかった地域のファンたちは、 TVer や YouTube での配信を強く望んでいるという声が多数上がっていました。現代のデジタル社会においては、地域限定の放送が視聴できないという問題は、特に全国的に人気のある人物が出演する番組においては一層顕著です。ファンたちは、ウォッチングのスタッフや放送局に対して、配信サービスを通じて広く視聴できるようにしてほしいとお願いしています。こうした声は、 地域外の視聴者にとって大きな希望であり、放送局が今後どのように対応するのかが注目されるところです。もし TVer や YouTube などでアーカイブが公開されるならば、多くのファンが喜び、さらに影山さんのファン層が広がることは間違いないでしょう。また、影山さんの生出演が終わった後、多くのファンが SNS に感想を寄せていました。中でも、影山さんのダブルピースが可愛かった、というコメントが多く、 彼の親しみやすい笑顔が多くの視聴者の心をつかんでいたことがわかります。ファンたちは彼の一挙手一投足に注目しており、その明るく元気な姿勢が、特に東北地方の視聴者にとっても好感を持たれたことは明白です。番組内での影山さんの自然体の姿や、リラックスした笑顔は、彼がどのような状況でも自分らしさを失わない点を示しており、それが彼のリーダーシップとしての強さに通じているのかもしれません。 一方で、この出演が影山さんにとってどのような意味を持っていたのか、また、彼自身がどのように感じていたのかも興味深いところです。生出演という形は、通常の録画番組と異なり、出演者にとっては緊張感の伴うものです。しかし、影山さんはその緊張を感じさせず、むしろ東北の地元の雰囲気に溶け込むようなリラックスした姿を見せていたと、多くの視聴者が語っていました。 彼のこのようなプロフェッショナリズムは、若いファンのみならず、幅広い年齢層の視聴者にも大きな影響を与えています。影山さんがこの番組に出演することで、彼自身にとっても新たな挑戦と学びがあったことでしょう。地域密着型の番組に参加することは、普段のアイドル活動とは異なる一面を見せる機会でもありました。彼がこれからもこうした活動を続けていくことで、さらに多くの地域で彼の魅力が伝わり、 がが拡大していく可能性がありますまた影山さん自身がこのような地域活動を通じて日本各地の文化や人々と触れ合うことでより深い視点を持つようになるかもしれません影山拓也さんの「昼までウォッチン」への出演は彼のキャリアの一つの大きな節目とも言えますがこれを単なるテレビ出演にとどめず彼自身の成長やファンとの絆をさらに深める機会として捉えることができるでしょう このような地域限定の放送に出演することで、影山さんは地元の視聴者に直接アプローチし、地域密着型の活動の重要性を再確認しました。特に、東北地方という豊かな自然と文化を持つ地域での活動は、彼にとっても新しい刺激となり、その経験が今後の活動にどのように反映されるのかも楽しみです。また、影山さんのような若手リーダーが地域のテレビ番組に出演することは、 ファンだけでななく、地域社会にも新たな価値を提供します。テレビ番組を通じて地域の魅力を発信しその土地の伝統や文化を全国に広める役割を担うことで若者世代が地域に興味を持ち観光や地元経済の活性化にもつながる可能性があります影山さんが出演した「昼までウォッチング」はまさにそのような番組であり地元の風景や食文化そして人々との触れ合いを通じて 視聴者に東北の魅力を再発見させる貴重なプラットフォームとなっています。このような地域密着型の活動は、影山さん自身にとっても新たな挑戦となり、彼が単なるアイドルではなく、社会に貢献する存在へと成長していく過程を象徴しています。彼のような影響力のある人物が地域の魅力を伝えることで、特に若い世代が地方に興味を持つきっかけにもなるでしょう。今後 影山さんがさらに多くの地域で同様の活動を行うことが期待され、彼が各地でどのような反響を得るのかが注目されます。その一方で、今回の出演を見られなかったファンの声も無視できません。インターネットが普及し、テレビの視聴方法が多様化している現代において、地域限定の放送が抱える課題は依然として残されています。TVer や YouTube などの配信プラットフォームを活用することで、 地域外のファンにも視聴機会を提供し、彼らの期待に応えることは重要です。SNS 上での反響からも明らかなように、影山さんのファンは全国に広がっており、その多くが今回の出演を見逃したことに対する残念な気持ちを表明していました。これを受けて、今後放送局がどのように対応していくかが注目されますが、もしアーカイブ配信が実現すれば、 さらに多くのファンが影山さんの魅力を享受することができるでしょう。影山さんのような若手リーダーが、単にエンターテインメントの枠を超えて、地域の活性化や社会貢献に関わっていく姿は、多くのファンにとっても励みとなるはずです。彼の真摯な姿勢や、どのような状況でも前向きに取り組む姿勢は、ファンのみならず視聴者全体に対して強い影響を与えています。今回の、昼までウォッチン、出演を通じて、 影山さんは東北地方の魅力を全国に伝えるだけでなく、自身の存在感をさらに高め、ファンとの絆を強固にしました。彼の次なるステージがどこになるのか、またどのような形で全国のファンに彼の活躍を届けるのか、その動向がますます楽しみです。最終的に影山拓也さんの「昼までウォッチン」への生出演は、東北地方にとっても、そして彼自身にとっても、 特別な意味を持つ出来事となりました。視聴者やファンたちは、彼の明るく親しみやすい性格や、仕事に対する真摯な態度に改めて感動し、彼の今後の活動にも大きな期待を寄せています。同時に、影山さんがこれからどのようにして全国のファンとの距離を縮めていくのか、そして地域活動を通じてどのような成長を見せるのかにも注目が集まっています。今後、影山さんの活躍がさらに広がり、 東北地方のみならず、全国各地で彼の魅力が一層浸透していくことを期待しています。ファンたちの期待は高まり続け、彼の次なるステージに向けて熱いエールが送られています。